それでは2024年、ファイティングエイト一発目の、オープニングアクターになります。紹介します。あゆこ、はい、そしたら、昨日ですね、私八代亜紀さんの船歌が好きでよく弾かせていただいてるんですけど、ね、お亡くなりになったって聞いたのでちょっと弾く予定じゃなかったんですけど、1曲目急遽ちょっとね船歌にさせていただきます。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございました。ね、ひろさんの、曲はね、この後はずっとね、弾いていこうかなと思ってます。そしたらちょっと2曲目もちょっとね、急にもうなんか昔の曲を弾いたので、ちょっと昔よく弾いてたね、ノマド遊牧民っていうちょっと曲に今日ちょっと変更をちょっとしちゃったので、久しぶりにこれも弾くんですけど、遊牧民たちがね、早朝にこう朝日を、目印に出発していくっていう状況を描いた、曲になります。Thank you.
はい、ありがとうございました。まあ、というふうにという、曲でした。今年の一番目聞かせていただいてありがとうございました。日光奏者の愛子でした。はい。ありがとうございました。本年、一発目の愛子さん、盛大な拍手をお願いします。